境界正面サンザッカリア教会は、イタリアのベネツィアうちのサンザッカリア地区にあるベネディクト派の教会である。洗礼者、ヨハネの父と言われるザカリアに捧げれ、建設された。また、ザカリアと言い伝わる以外が教会内の右側の祭壇に下に収められている。聖ザカリア祭壇が教会内部地下聖堂現在の教会は、 ゴシック建築及び初期ルネサンス建築が合わさった形で1458年から1515 15年にかけて建設された。アントニオ・ガンボロが最初の建設に携わりゴシック建築をもとに進めたが後にマウロ・コデュシーの手により境界正面や内部の天井などがルネサンス建築のスタイルと取り入れており、特にファサードは 高シック建築とルネサンス建築の見事な調和により堂々としたものになっている。最初の教会はベネツア共和国元首ジャイスティンヤのパーティスポスヨにより旧世紀に建設が始まり、当初はロマネスク建築様式に教会だった。教会にはベネディクト派の修道院も併設され、毎年イースターの時期に共和国元首がサンザッカリーア教会を訪れ、 王冠や勲章の展示なども行われていたこの催しは、サンマルコ広場各町のためさんザッカリーや教会が所有していた土地を一部献上した都市から始まり、ベネツィア共和国が終焉するまで続いた。教会内部は、北ヨーロッパの教会建築によく見られる背の高い、大きなゴシック様式の窓から、光が回廊に差し込むデザインとなっている。 壁には著名な画家の作品も多く飾られており、特にジョバンニベリーニによる祭壇の絵は非常に名高い。ありがとうございます。